はいどもパプンテジェルサッカーチャンネルのつつんです。どれ、今回は渡辺龍馬、とうとう浦和行きかと。 いうことを、ね、いやちょっとびっくりしました、まあ、売られたサポーターの中でもねシート卿、渡辺龍馬選手の獲得望む声は、えー、過去に確かに何かがあったというところで、まあ、本当に来てくれるのかという感じも、えー、正直しますけれどもね渡辺龍馬選手、まあ、僕は J2 山形時代から、まあ、新潟にもいたんですけれども、まあ、新潟時代よりもやっぱ山形時代のプレーの方が、えー、記憶に残っている選手にはなってきますんで、まあえー、好きな選手です。僕もね、この選手いろんなポジションでできますし、まあ、好きな選手 というとこ何ですけどね、なんですけどね、いや、本当ね、来てくれてありがとうというところございまして、じゃあ、今回、この渡辺龍馬選手の話と、もう1個、えー、宮本選手も遺跡の噂が入ってきておりますんで、そこもちょっと軽くね、えー、やっていこうと思います。よろしくお願いいたしますと。と、えー、いうことで、まずこちらですね。 えそう渡辺選手、まさかの加入かというところでございまして、まあ、これだから見ていくとですけどもね、えー、一応こんな感じで、まあ、左出しているのは今シーズンのまあ主なメンバープラスレンタル組、えー、プラスあと名前の子に黄色マークある選手は何らかの噂がある選まあ来るんじゃないかという話とか噂とかがある選手ですね、まあ、対談選手も一応ここには名前入れておりますんで、まあ、宮本選手もね黄色マークついちゃいましたけれどもとといいうところでございましてで石原選手もまた、ね、続行で出てきて獲得濃厚みたいな話が出てきたんで、まあ、右サイドバックね多分 ね、この裏に関してはクラブワールドカップかなクラブワールドカップが終わった後に、まあ、こういう移籍関連、まあ、契約満了含めて話が出てくるんではないかというとことでございます、まあ本,当はね、本当にこうシーズンが終わらないとこの移籍関連とか契約関連は話が入ってこないんで、まあ、これはしょうがないっちゃしょうがないというとことでございましてで、まあ、もう対談選手は名前出しておりませんけどというとことで、まあ、一応こんな感じですねで、まあえー、今季過去成績というとことでこちらになってきますこれが、えー、渡辺龍馬選手の今シーズン及び過去の成績と いうところでございまして、まあ、SC 東京移籍が2021年というところで、まあ、ドイツにもいたんです、この選手、ドイツにも、ね、いたというとことになってきますけれども SC 東京、まあ、J11、えー、年目17試合で、えー、2ゴール、1あしたですねで、えー、22年と23年は、えー、スタメンで出る機会が多いというとことでございましてただなんかね、SC 東京の中では今シーズン序列が下がったみたいな話もありますんでそこのまあ序列が下がったとかそこでねちょっと評価のところで不満を持っての移籍じゃねえかみたいな話もあります。まあ、今シーズン ね、年間ベストゴールシ賞も取ってる選手になってきます。で、22年が30試合で653アシストなんでまあ分かりやすく数字残しましたよね。で、今シーズンが29試合27。先発で4。ゴール3。アーストと出てこようとしてまあね。2列目で4点まあ、もうちょっとね。多分裏のサポーターからしたらもっとね。10 取れる選手をついてることがあるかもしれませんけれども例えば、渡辺選手、数字以上のものをこの選手持ってます。まあしっかり走ることもできるし、まあ、テクニックもあるし、まあ、推進力もあるというのが、えー、渡辺龍馬選手の今シーズンおよび過去の席というところでございましたね。で、また表戻りますね。そう、えー、まあ小泉選手と同級生というところで、前橋ですよね。前橋育英で,、えー、で同級生というとことでございますね。まあ、お互い、ね、知った仲の選手もいるというところと、あと裏付きですね。まかかかなななんん好きじゃないけどなんかね、えー、これ多分 埼玉出身でしたよねっていうことを過去になんか公言されているんで、まあ、相思相愛なのかなという感じもしておりますまあ、やっぱ中にはね、過去の動画のコメントにもありましたけれども、いやいや,いや、もう天皇杯に出ないし、えー、サポーターが問題に、えー、問題を起こす、ね、クラブなんかに、えー、他のクラブの選手が移籍するわけねえじゃんという声もあったんですけれどもね、いやー、すみません、来てくれる方はいらっしゃるでございます。本当ですみませんというこでございますけどね、えー、ね本当ありがてというところで、本当ね、裏付き公言してくれているんで、まあ、そういうのもあっているかもしれません。まあ ね、やっぱ自分の、ね、こう思いを寄せるじゃないけども、まあ、ね、多分埼玉出身というところもあるんでしょうけれども、もやっぱそういう選手の方が、ね、やっがチームを勝たせたいという気持ちも強いでしょうし、やっぱユースとか、ね、その町で育った、まあ、裏の人ではないと思うんです、確かね裏の人ではなかったと思うんですけれども、もしかし、まあうん、埼玉出身というところなんで、まあ、自分の出身の、ね、ところを強くしたいみたいな、まあ、大宮じゃなくてよかったん,ゃんも <laughs> ありますけれどもね。ということでござまあそれも本当しいというところですし、まあ、本人のモチベーションも、ね、加入となれば高いんじゃないかというところですよね。 何でも。 基本ポジシ的にはウィングの選手には、えー、なってきますが、まあ、それ以外にもトップ下もできますよねサイドハーフウィング、えー、トップ下とあとはだからサイドバックですねもうできるというところなんで本当、まあ、どこでも使える選手ですね多分ですけれどもね多分今シーズンもし渡辺亮太選手がいたらですけれども、ね、今シーズン渡辺選手がいたらなんとなくサイドバックでね使われていたのかななんだか思うようなシーズンにはなりましたけれどもでも本当多分本人はサイドハーフとか、ねえー、ミッドフィド フュー,ダーとしてやりたいと思思っってております思ってるはずなんでねうーんうことで考えると、左ウィングはね、えーまあ、一応来季433で考えておりますけれどもね,、えー、ね、渡辺選手は433のウィングを務めるんじゃないかっていうのもありますし、まあ、433のインサイドハーフでも、えー、面白い感じがします。まあ、さっきのトップしてもできますんで、まあ、ちょっと列的には少し下がりますけどね、下がるんですけれども、もこ,この中盤の位置からですね、えー、真ん中中盤の位置からこうドリブルで運んでいくみたいなところがあればね、 これはこれでまたで面白い一つ武器になるんじゃないか、糸、ま、月、あ、選手とかも運べる選手には、えー、なってきますけど、またこう、伊藤選手を運ぶのとね、渡辺選手を運ぶのでは若干違うのかなと思いますんでね。っていうことでまあ、えー、インサイドハーフでもちょっと見てみたいなというところでございましょうかね。で、まあえー、印象的だった試合で言うと、僕の中でやっぱね山形時代かな山形時代ってね、ねあん時の監督、誰だったのあん時ね、基本的にはサイドハーフで使えていたんですけれどもね。ただ試合の中で気づけば 例え、ねえー、左手先発だったの気づけばトップ下に入っていたいとか気づけば右サイドハーフにいたいとかこれ監督の指示じゃない、多分ね、あれは監督の指示じゃなくて自己判断ですね自分の判断で、まあ、一応ね、左サイドハーフでのスタートだけれども気づけば、まあ、ワントップのとこにいたいとか本当いろんなところにも顔出せるというところなんでね、まあ、これどうなんだろう本人判断かね、多分そうと思うんでさすがにあんだけ、ね、試合の中で、まあ、自由にねやるのは多分監督も嫌がる方がいらっしゃるんで、多分監督もね、こう渡辺龍馬に関しては まあスタートポジションどこであればいろんなところに顔を出してみたいなとこはねフリーマンみたいな感じでやらせていたのがちょっと印象的だったんで、まあ、さっき言った、ねまあ、サイドハーフもできるし中盤も真ん中トップ下もできる、まあ、サイドバックもできるというところなんで、まあ、どこでボールを受けてもねある程度まあ結果残せる選手なの感じはあります。まあ、どうだろうなうん来季以降だから4三3 3となればまあエカニとパンヤーも多分ウィングになるでしょうしもしくはインサイドハーフになるかもしれませんけれども、まあ、ちょっと配置のところがね監督がどう考えるかによってきますけど まただ渡辺龍馬の加入というのは多分新しい、ね、オプションじゃないけどもね、にもなるというところでございまして、まあ、非常に、えー、心強いというところでございましょうかね。で、まあ 遺跡に関してはやっ1億2ぱ一億万千万中話もありますし、ただ一部でゼ0円みたいな話もありますんで、まあ、結構1億2千万と、0円までいけえな中間にもしますけれども、ただまあ仮に1億2千万とするですけれどもね、まあ、そんだけね、うん、フラレッズというクラブは彼を追っていたというところかもしれませんし、まあ、実際、でベストゴールとってはいますけれども、ただそれ以外のところのプレーも、やっぱねこの選手は無茶ゃくち頑張る選手にはなってきますし、まあ、あと小泉選手の存在も大きいのかもしれませんけれども、まあ、1億2億二千万、やっぱ国内の移籍市場でも本当に厳しい。 本当にでもこれいろんな方が言ってますけどやっぱ移籍市場というか他のクラブの事情とかいろいろ考えていくとやっぱ移、ね、籍国内で、ね、日本人選手、まあ、他のクラブのレギュラークラスしかも SC 東京の、えー、レギュラークラスの選手を取るというのはなかなか難しいというレベルの話になってきますんで、まあ、本当その中でお金払って、ねえー、まあ取るんじゃないかというところになってきますけども本当、ね、国内移籍市場相当厳しいしあと、ね、外国人ですよね。外国人が、ね あの、例のね、なんだっけ、税金の問題ですよね。税関連の問題で、ちょっと外国人が取りにくいみたいなところもあって、ってなると、やっぱ日本人を取るみたいな、そういう戦略、売られるともしかしたらなったのかもしれません。これ結構本当ね、クラブによってはもう何千万、何億中、規模でね、税金の支払いをまたね、やらんといかんみたいなところもあるみたいな、これあるみたいなんでね、そういうことを考えてると、まあ結構外国人を取るもリスクじゃないけど、まあリスク中はそこはしっかりね、やればいいんでしょうけど、もう売られどう売られつかどうかちょっと、 とませんね、なん,ん,、ね、ん,なんかん、ちゃんとやってるみたいなことは、なんか、言ってた感じがしますけども、ただ、はっきりとこうね、何もなかったんで、難しいところには、えー、なってきますが、まあ、そういう国外の外国人を取るよりも、やっぱり国内でお金回した方がが、ね、いいんじゃないかっていうところかもしれませんし、まあ、ウィンウィンのね、移籍になるかもしれません。まあ、さっき言った渡辺選手はちょっと序列的なところですよね。まあ、優先的なところで評価的なところ、ちょっとね、うん、ど,どうしなんだみたいなところがあるようでございまして、まあ、ね、これで来てくれば、まあ、えー、シート評価したらね、 評価が下がった選手を1億2000万で売ることができて、で、裏つからしたら、まあ、そんだけは欲しい選手というところだ。ということで、本、え、当、ー、期待したい選手の一人というところでございまして、まあ、来てくれたら本当に、ね、嬉しいというところでございましょうかね。で、まあ、宮本選手、まあ、残念ながらというところで、移、ま、籍、あのさ京都ですね。まあ、もう一本の動画でも話はしますけれども、ね、本当もう一本の動画で今度京都目線で話は、ね、していくんですけれども、ね、やっぱ今シーズン結局出番がないというところで、しかも、ね、こう右サイドバックがみんな元気でね、右サイドバックみんな元気で、いやレギュラー争いが。 激しいねっていうのであればねわかるっちゃわかるかもしれませんがただこんだけ怪我人とかがいる中で本職じゃない責任が使われてというところでやっぱねで、えー、石原選手一席のワースもありますんでいやー宮本はやっぱり厳しかったのかなというのでこれだから多分フットボール本部のまあ え評価かな、まあ、スコレジャーさんの評価でもありで今回レンタルとなればまあえスコレジャーさんの考えとフットボール本部の考えは一致していた結果はねまあ新監督がどう思うか云々かんぬんよりもちょっとね一旦レンタルで出した方がいいのかこれがだ片道切符のレンタルなのかそれともね本当完全移籍前提でのものか分かりませんけどただ本当、ねんこんだけサイドバックがいてけが人もいてなかなか定まっていない中で出番がなかったの多分宮本だけですかねということになってきますんでまあちょっとどうなるか分かりま ま琉、あ、球大に大出身なんでまあ、そこ知って長期生さんもいますんでねまあそこで復活してほしいというところでございましょうかね。はい,ていうことでこ会場で以上,で以上バラメンテージルサッカーチャンネルのつつんでした。良かった